あ、僕取れてます。こんにちは。雲のような色のチケットドレスの足元を虹色にしたいんだよのコーナー。つまり何ですか？靴下の色だけ変えて遊んでみようのコーナー。なるほど。春なのでアウターとか着なくなってくると思いますし、はい、重ね着とかもねちょっと暑い方あんまりしなくなってきて、あ、なんか毎日同じような格好をしてて、うん、ちょっと飽きちゃったなみたいな時も靴下の、ね、色とか素材とか変えるだけで面白いよっていうのをやろうかなと思って、ちょっと突然こんなコーナーです。お菓子だと思った方残念でした。はい、では早速、靴下をキャッチしたいと思います。ないんだけど、イエーイ。さあまず何だろう、ラベンダーですかね。さあ変えていきますよ。これは手送りとかするんですかね。なんか編集技術でどうなんだろう。本日使用する靴下はすべて靴下屋さんで購入しました。あ、最初に入ってたやつはアンティパストなんですけど、なので、靴下は靴下屋さんでお探しください。おお、次。はい、ここに入って、うん、うん、そうだな、ちょっとバレーシューズにしようかな。いや、違うな、これにしよう。なんでですか？ちょっと優しい色なので。あ、みんな本当は靴べらとか使うんですよ、こういう靴は。あと踏んじゃいけないですからね。また靴べらとか使うんですよ。はい、ちょっと優しい色なので重めにしたいなと思って、フェイスアップのシューズを合わせてみました。はい、虹色一色目ですね。グレーとグレイシュなペンが合いますね。はい、ではもう一個飛んできます。イエーイ。はい、黄色です。今年はグレーと黄色の組み合わせがすごく気に入っています。このラベンダーと同じ種類の靴下ですね。色が変わったわけです。これは、今のところ編集する予定はないんですけど、果たしてこれは持つのかっていう不安になってきました。黄色といえば何ですか、あかねさんは。卵の黄色。ちょっと、あぜちゃんなんか質問を持たせなきゃいけないから。なんでよ。黄色にもその靴で、はい、この靴合わせるんですか？はい。なんでですかね。なんでですかね。なんかちょっとちぐはぐで面白いかなと思って。グレーに黄色はすごいいいね。今年なんか新鮮に見えますね。なんかね、うん、チューリップとかもね、今年は黄色がすごく可愛く見えます。はい、じゃあこの靴は着てきたので次は違うのにしようっと。はい、ありがとうございます。はい、白出てこないと思ったでしょう。そんなこともない。別にそんなに意識して見てない色を、カラフルにすると思ったでしょう。はい、これはちょっとまた違う種類ですね。靴下黄色とラベンダーとはなんかやっぱりリブがあるとちょっとカジュアルになるので、うんうん、リブのない靴下は靴をちょっと変えてみましょう、うん、まあやっぱバレーシューズがいいかなっていう感じですかね。この白い靴下はね、もう床歩いちゃってますね。床歩いちゃってますね。床歩いちゃってますね。はい、よいしょ。あ、疲れ。まだ3つ目じゃないこれ。疲れ。結構これ結構体力使うな。3色目ですけど。ああ、白、なるほど。はい、白、うん。もう白い靴
下と黒いバレーシューズがあれば、もうとりあえずリボンの中入っちゃったどうにかなりますね、うんうん、はい、もうこの靴下はもう絶対もう皆さんも何足も買ってるんじゃないですか。はい、定番ザ定番ですね、うん、こんな感じです。これはじゃあ定番合わせなんですね。はい、ものすごい定番、困ったらこれですね、うんうんうん、じゃあこれの、はい、ありがとうございます。はい、キャッチーはい、白の次、黒が来ましたはい、黒って難しそう、うん、黒ってあんまり、うんうん、と思うでしょうが、うん、黒はですね、黒いバレーシューズと合わせるのが素敵なんですよ。よいしょ、放送事故に、あ、もうちょっと疲れてきちゃいました疲れてきちゃいましたね。これ4本目ですね。はい、今4個目です。これは白い靴下と同じ素材です。同じ形ですね。リブがないタイプ、うん、リブがあるタイプだとね、結構やっぱね、カチャッと同じことやってますね。はい、投げて返してくれるわけじゃないんですね、うん、横に置いていく、ね、ちょっとね、履いたやつだから、はい、失礼かなとはい、黒い靴下は黒いバレーシューズに合わせるのが好きです。あ、怖いな、うん、なんかね、そう、ちょっとあの、まあ、いい大人なんですけど、ちょっと大人っぽくなるかなっていう感じはあります、うんね、黒も安心ですね。はい、はい、じゃあ次、はい、なんだろう、くすんだミントグリーン、ちょっとおばあちゃん味のある可愛い色です、うん、これは、白と黒とまた同じ素材ですね。よいしょ。なのでこれもバレーシューズにしようかな。ミントグリーンとかどうですか？あんまり履かないですかね、皆さんは。まあでもまだまだ好きな人は好きそうですよね。好きかな。うん、ミントグリーンはよく出しますね。うん、イメージはありますね。うん、なんか結構これはグレイッシュな感じなので。グレーと相性がいい、うん、めちゃめちゃいい、はい、ちょっとだけ春気分というか、よいしょ、これもバレーシューズでいきましょう。なんか、はい、いいですね、ちょっと春っぽい感じの足元に、はい、バレーシューズはちょっと飽きたので持ってみようと思いますはい、ありがとうございます。はい、ブルー、ちょっとね、くすんだブルーですね、まあ、これ履いてないかこれですねあ、そういう感じの選び方がもう、はい、履いてないですね。はい、またリブがやってきましたね。なんかローファーとか、まあ、これキルトのタンがついたシューズなんですけど、リブのソックスがめちゃくちゃ相性いいと思います。ボリュームが出るので、うん、あと2個です、頑張ってくださいこれは編集しなきゃいけないのかな。いやいや、ノーカットでいきましょう、うん、今ちょうど8分、やばい、10分で終わらせないと終わんないですよ、8分終わる、終わりますよ。はい、はい、よいしょ。なんだろう、今日選んでる靴下が結構明るい色もグレーシュ味のある色を選んでるので、グレーと喧嘩しないんですよね。これもですね、うんうん、すごいちょっとハンサムな感じですね、うん、なんかよくわかんないけどハンサムな感じ、リブこんな感じですね。じゃあ次、最後ですね、ありがとうございます。はい、最後赤がやってきました。これ今まで出してないですね、一番太いリブでものすごいドカジュアルな感じですね。グレーと赤はね、すごい可愛いと思いますよ。冬とかだとね、結構なんか、あ、冬の印象とかあるかもしれないんですけど、こうやってね、靴黒で引き締めてね、なんかカバンを白とかにしてちょっと爽やかさを入れれば春のすっごくなると思います、うん、赤かわいい、赤とグレーかわいい、やっぱちょっとイギリスっぽいですね。なんかさっきブルーの時ちょっとフランスポップですね、人に全部言いましたけどね。いや、わかるわかる、なんとなくね、うん、バイブスで測っていただけたら、うん、
あ、そうですね、パキッと。はい、パキッと、カジュアルですね、すごく。というわけで今日は虹色にしてみました。どうでしょう、虹色でしたか？いや、虹色でしたね。虹色でしたね、うん、だそうです。バイバーイ。